どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん、とうとう皆さんにお知らせすることができるようになりました。やったー。何かと言いますと、ガズレレ初のアプリです。アプリが出来上がりました。これはですね、便利だと思いますよ。皆さんね、ちょっと私がここで説明するよりもですね、実はですね、今、ガズレレ公式ホームページ、ガズレレ .com の、ところにご紹介がもう先ほどアップロードされました。リンク、ここね、ホームページのリンク、ここですけど、ここからちょっと行ってみてください。ちょっと私と一緒に見てみましょう。まずこれ、ガズレレ公式ホームページのトップページですけど、ここ行くとですね、ここです、ここ。読めるかな、これガズレシピって書いてあるんですよ。ここにちょっと貼っとこう。ガズレシピ、ガズレシピって言うんですよ、そのアプリのタイトルが。そのガズレシピ、あ、アイコンはこんな感じになると思います。アイコンこんな感じ。なんでガズレシピかというと、私はですね、音楽をみんな奏でればいいなと思って、料理って家庭料理とかあるじゃないですか。プロのレストランの料理もあるし、中華料理屋に3人の料理もあるけど、お母さんが作る家庭料理ってあるじゃないですか。あれよと同じような音楽をみんなに届けるのがいいなってずっと思ってたんで、家庭音楽っていう言葉をよく使ってるんですよ。そしたらちょっと焦げちゃった卵焼きでもね、お母さんが作ったから美味しいってなるような感じのこのね、音楽のこの豊かさっていうのをシェアできればいいと思って、まあ家庭音楽っていうことを言ってるんですけど、家庭料理といえばもうレシピとか、そういう感覚ですよ。だからその、ガズアプリ、ガズレレのアプリのガズレシピの中に入ると何があるかということがちょっとこれから、ご紹介したんですけど、このガズレシピというここのねトップページにバナーがありますから、ここをクリックカチッとするとはい、こんな感じです。おシャンティーなページなんですよ。はい、アプリです。皆さんのキャリアでも使えるようになると思うんですけど、これちょっとそうだ、言い忘れてましたけど、今申請中で年が明けてからですから、で、2020年の第1週目ぐらいにはオープンできると思うんですけど、その時にまた再度告知します。ただこのアプリができたぞっていう事前告知です、今日は。で、ここ見てもらうとどんなことができるかっていろいろ書いてありますんで、1冊に40冊、要はね、本みたいな感じで、それがアプリの中で見れる。しかも、自動スクロールになったりとか、あと、今後いろいろ追加機能も考えてるんですけど、メトロノーム機能とかだんだん追加していって、そのアプリ自体を育てていくってことに、プランニングしてますんで、ぜひ皆さん、そのホームページから一回どんなアプリになるのかなと思って見てくださいね。はい。で、これがアプリだけじゃなくて、このガズレシピっていうことなんですけど、ここに書いてあります。書籍とアプリで登場です。これアプリもなんですけど、実際の本としても、出版が決まりました。なんでこれ、どっちでもアプリでもいいし、その本を買っていただくのもでもいいんですけど、実は本の方はですね、具体的に何月何日っていうのは決まってないんですけど、まずアプリが先行で動きます。で、あとスマホの方でもこんな感じで出てますんでね、このトップページから行くと、ここのところにガズレシピって書いてありますから、ガズレシピ。まずちょっとここカチッとやってみて、そのガズレシピってどんなもんなのかっていうのをちょっと皆さん、お手持ちのパソコンとかスマホとかタブレットでちょっと見てみてください。とにかく、ちょっとね、覚えておいてください。2020年の、1月の前半、ガズアプリ、ガズレレの初のアプリ、その名もガズレシピ、始まりますということを今日お伝えしたかったです。よろしくお願いします。で、ガズのわがままウクレレの方ですけど、ガズのわがままウクレレの方、あとまだもうちょっと事前予約、分が残っておりますので、もし興味ある方、ここのガズのわがままウクレレの詳細ページ行ってからちょっとやってみてください。よろしくお願いします。2019年もいよいよあと何日かで終わるんですけど、これから2020年にかけてドーンとガズレレいろんなことをこう展開していきます。YouTube の方でもね、こういろんな人に広がっていって、本とかでもいろんな広がりを見せていて、やっぱいろんな皆さん楽しみ方でできるようにいろんなことを考えながら、本当にベトナムとのやりとりもありますから、ね、ベトナムでウクレレ工場を作るとか、もう本当、なんていうのかな、こう、でっかくいきたいなと思っております。ブログでも書いたんですけど、私はね、骨髄移植して10年、まあこの節目ですよ。2020年という年はもう YouTube 始めても10年ですし、まあなんと言いますか、こういろいろとテンション高めでやっております。皆さん引き続きよろしくお願いします。何はともあれね、ガズレレホームページ見といてくださいね。よろしくお願いします。 あと、ガズレレ YouTube チャンネル登録、もしかしてまだの方、ちょっとチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは皆さん、楽しく音楽やりましょう。ありがとうございました。さよなら。